浜大学 SC マネージャーの手塚です。本日行われた関東リーグ後期第5節東京国際大学 SC との試合は1対1の同点となりました。山口選手、本日のゴールを振り返ってみていかがですか？宮寺選手からいいボールが来たので相手と1対1で競り勝つことができて、ヘディングでゴールを決めたことで嬉しかったです。ありがとうございます。キャプテンの中村選手、はい、普段とは違って今日は大学生との試合でしたが、はい、その点についていかがでしたか？そうですね、ちょっとやっぱお互い意地があって負けたくないなって思います。お互いあってとてもいい試合だったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。次節に向けての意気込みをお願いします。今日は自分のゴールで勝たせることができなかったので、来週は自分のゴールで勝たせるように頑張りたいと思います。そうですね、まあ引き分けてしまっているので、まあ、次はもっと圧倒して勝てるようにまた一から練習から見つめ直してやっていきたいなと思います。ありがとうございました。次節は9月13日日曜日にエスペランサ SC との試合があります。次節も応援よろしくお願いします。お願いします。それではハイライトをどうぞ。よし。うわ